カナダ航空博物館の PW120、プラットホイットニーカナダ PW100 は、プラットホイットニー社のカナダを拠点とする、子会社である、プラットホイットニーカナダが製造している、2000から5000馬力クラスのターボプロップエンジンファミリーである。PW100 は、比較的、珍しい3シャフトの基本構成を使用している。 この基本構成を使用している他のエンジンとしては、ロールスロイスジェムとユーロプロップインターナショナル TP400D6 がある。PW100 では、1段の低圧タービンで駆動される、延伸式の低圧圧縮機が、1段の高圧タービンで駆動される、延伸式の高圧圧縮機を可求する。出力は、2段のフリータービンに接続された第3の、シャフトを経由して、 オフセットされた減速ギアボックスに伝えられる。このエンジンは1984年から使用開始された。80年代 -90 年代にかけて毎年のように小規模な改良が施されている。外形寸法はほぼ同じで互いに互換性を持つ形式が多い。PW123PW127EPW127G 一般的特性。 構成要素性能カナダ空軍の CT-142 に据え付けられた PW120A。ありがとうございます。